続いては県内41市町村のさまざまな魅力をお伝えしますシリーズ、わがまちリンク41です。スタジオには今野リポーターです。よろしくお願いします。はい、1月は石垣市を特集します。初回の今日は石垣でしか飲むことができないご当地飲料の誕生秘話や魅力を紹介します。今月のわがまちリンク41、舞台は那覇から飛行機で1時間の石垣島です。沖縄初のボクシング世界王者となった具志堅用高さんが生まれた島で、国の名勝に指定されている川平湾や伝統工芸品の八重山ミンサー織、先祖供養の伝統行事アンガマなどが有名です。商店街の入り口で目につくこちらは石垣島でしか会えない超ご当地キャラクターなんですが、その正体や魅力を早速調査していきましょう。こんにちは。ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、これなんだかわかりますか？元気。元気。はい、地元での認知度はほぼ 100%。 子供から大人まで大人気のこちらは元気乳業のマスコットですよね。そう、八重山元気乳業の看板坊や元気くん。教えてくれたのは RBC の八重山通信員吉田英吉さんです。15年にわたって八重山地方のニュースを全国に届ける吉田さんに今回も撮影していただきました。1957年、大川中央通り現在の夕暮れな商店街で創業した八重山元気乳業。沖縄本島で発酵飲料を販売していた沖縄森永乳業の八重山支部としてオープンしたことが始まりでした。その当時その、まあ、アミノ酸やクトールだとかその乳酸菌だとかっていうものが、まあ、戦後これからあの、まあ、人々のこの元気の源として需要が高まっていくだろうというところで着目されて、その後さまざまな変化を経た八重山元気乳業を一躍有名にした商品が1977年に発売された元気クールです。若い方からあのちょっとこうご年齢ある方でもあの幅広く飲んでいただいている、本当に思い出にそのままあの新商風景に近いようなぐらいあのなんかこう根付いてるものじゃないかなというふうに思ってはいます。現在展開されている飲料は主に4つ、ロングセラー商品のクールをはじめ牛乳やカフェ、三品茶ミルクティーです。八重山元気乳業が使用する生乳は 100% 地元産。石垣市荒川にある井森牧場からすべて仕入れています。井森さんがこうやって本当にこのように手塩にかけて、牛をね育てているからやっぱりそれだけ品質もいいものが出来上がったと思ってます。本来暖かい地域での酪農は難しいとされていますが、井森牧場の生乳は餌をはじめ牛そのものも地元産であることにこだわり、何度も試行錯誤を重ね様々な賞を受賞するなど県内のみならず国内でも高い評価を受けています。こういうものをくれるとこういう味になるんだっていうのをね全部調整しながら配合も自家産で作ってますね。はい、定評があってですね我々も自信持っておりますけど嬉しいですね多めな言葉をいただいて、はい、これからも頑張りたいと思いますね。はい、その後、絞りたての生乳は八重山元気乳業の工場へ。こうして製造から販売まで全てを自社で行っているのも特徴です。皆さんもお気づきかもしれませんが、実はこれ石垣島でしか購入することができないご当地飲料なんです。商品の、あのこのご当地限定っていうものをなんかこうある種こう強みとして捉えている部分があるものですから、この石垣に来ていただいた方だけがその現場で感じるその限定感みたいなものをあの合わせて楽しんでいただきたいなという思いが
あります。また県外へのお土産として飲料を持ち帰ることが難しいという声を受け、3年前から始めたのがグッズの販売です。持って帰りやすくて、なおかつ楽しんでもらいやすいものとなると、やっぱりその飲むものではなくて身につけたり持ち歩いたりとかっていうものがよりたくさんあった方がいいんじゃないかということで、グッズは沖縄プロジェクトの酒井新代表と共同で手掛けています。石垣を、ね、代表する有名な、ね、このキャラクターの商品を、ぜひ、ね、広めたいなという思いがありました。一番人気の T シャツをはじめ、文房具やお菓子など今では300種類ほどを展開していて、八重山元気乳業を新たな形で PR する起爆剤となっています。時代に合わせた企画を打ち出す八重山元気乳業ですが、地元の人にとってどんな存在なのでしょうか。小さい頃の懐かしい味味はわからないけどうまい。ずっと子供たちのお気に入りで、はい、昔からある美味しい味だなと思います。健康づくりに奉仕する、そのモットーのもと、多くの人に愛されるご当地飲料としてこれからも進化を続けます。石垣島八重山でそのなくてはならない企業になるというふうに、まあ、目指すためにもですね、八重山のこう酪農の発展ですとか、地元の健康づくりですとかっていうものに奉仕続ける会社でありたいなというふうに思っています。石垣島の八重山元気乳業を訪ねると、昔も今も変わらない長年愛される地元の味とさらなる魅力を発信するために挑戦を続ける人たちの姿がありました。はい、そして今私が着ているのが元気くん T シャツなんですが、うん、どうですか。いいですね可愛いですよ ね。レトロなデザインでまたいいですね。確かにそれも受けてることかもしれないですね、はい、はい、私も取材を通して元気くんの虜になったんですが、はい、さらに今日はですね、元気クールサイダーを用意しました、はい、ぜひ飲んでみてください。こちらでございます。早速いただきます。はい、どうだろう、うん、あ、いい、ビタンさんいいですね。この甘みと酸味のバランスがグビグビいけちゃう感じで、はい、まさに元気が出そうな味がします。美味しい、はい、元気だけに、うん、ということなんですけども、うん、ただ今は新型コロナの感染拡大が心配されていますので、落ち着いたらぜひ皆さんも元気クールを飲んでみてください。以上、わがまちリンク41でした。